アンジアレーナ Q、ハザールスタジアムは、ロシアダゲスタン共和国のカスピースクにあるスタジアム。ロシアプレミアリーグに所属している FC アンジマハチカラが、ホームスタジアムとして使用している。2001年、ハザールスタジアムは、マハチカラに隣接するカスピースクで、建設が開始され、2003年7月22日にオープンした。 その日に行われた FC9 番クラスのダールとの試合は、アンジ・マハチから所属のアレクサンドル・ニクリンの、得点により1から0で勝利をした。スタジアムは2003年から使用されていたが、スタジアムには、囲いがなかったために、カスピ海から来る強い風の影響を受け、チームプレーを基本とするサッカーに影響を与えた。またマハチからではなく、 カスピースクにスタジアムを建設したことは、集客数に直結した。2006年、アンジは、このような理由から、マハチから中心部にある、ディナモスタジアムへ移転した。2011年1月、アンジが実業家のスレイマン・ケリモフにより買収された。その直後にハザールスタジアムは4万人から5万人収容の、スタジアムが建設されるまでの一時的に、 プレイをするスタジアムとして再建されることが決まり、スタジアムの名称は、ハザール・スタジアムからアンジ・アレーナに変更された。改修終了は2012年春とされたが、後に2ヶ月遅れることが報告された。再建後のスタジアムは、UEFA の要件が満たされ、スタンドは、アンジのカラーである黄色や緑に統一される。スタジアム周辺には、噴水や散策路が作られ、 2500台収容できる駐車場が設置される。2012年12月12日にはサポーターや学生を招きスタンドのテストを行い、2013年3月1日にロシアサッカー連合からスタジアムが認定された。同年3月17日のクリリアソベトフサマーラ戦でオープンした。ありがとうございます。